ずっとずっとラララ二人でと、ジャンヌダルクです。今日はですね、テオちゃんにご褒美伝えてましたっけ。何、ご褒美がご褒美だったことないんだけど。今から現金、はい、10万円をもうあげます。どうせ二人のお金だろ。うん、俺のお金ですよ。ありえない、嘘だ嘘だ。お前が俺に現金を渡すことじゃない。企画で使ってくださいね。10万円も本当にボン、僕がもうボンボン、僕が僕が下ろしてきました。10万円マジでおかしくなってるよ最近。お金使いすぎちゃって。企画とかじゃなくてテオくんのためになるならって思って、ユキチを10人用意しました。じゃあ広告収益とかつけないってこと？つけなくてもいい。つけなくても全然いい。マジじゃん。マジ。前にテオくんにさ、俺財布買ってもらったりとか。あ、確かにね。うちのやつ、あのお返しとかできてないなとかっていうので。いや、見返りとか求めてないよ本当に。いや、わかるんですけど、やっぱり気持ちって大事じゃないですか。なんでちょっと10万円をちょっとテオくんに渡すので、うん、自由に買い物してください。イントネーションとかでいっぱい混じってたよ。買い物して くださいとか、そうして帰ってきてくださいの、なんかいっぱい混じってたよ。10万1個のものでもいいし、なんかいろんなもの、ご飯してもいいし、うん、好きな服食べてもいいし。いや、食べない食べない。突っ込み全力、突っ込み全力の男いる。今表参道に着きました。着きましたね。グッチでピアス買ったじゃないですか。俺グッチピアス買いました。いいやつすぎて重いんですわ。普段つけるよう買おうかなんで、ちょっと調べてジュエリーショップがね、あそこまっすぐ行ったところにあったの。行ってみましょうか。行きましょう。ちょっと着きました。こちら表参道フィルズ。表参道フィルズですよ。表参道。おー、 Y3。 おー、俺の帽子やん。そう、千早のタンプレとかここで買ったんですよ。はいはいはい。うわ、すげえ。買ってきてください。ジュエリーショップ広高があるんでね。誰だよ。え、中には来ない。ああ、カメラ回さないで行きます。カメラ回さないで行きましょうか。じゃあ何だ。行きましょうの切り替えの、行きましょうの、行きましょうの下りだけ撮りたいから。行きまーす。あー、行くっていうのだけ撮りたい。ごめん、ね、俺は大丈夫。はい、OKです。だいぶあれから30、15分、20分くらい経ちましたけど、テオくんはいつ帰ってくるんですかね。もう外もちょっとイルミネーションも綺麗で、ね、なってきて。おかえり、買ってきました。買ってきましたよ。シックス。ありがとうございます。シックスって読むんだ、これ J かと思ってた。シックスじゃないですか。確かに J っぽいかもしれんけど。 J っぽいけど。でもまだ使い切れてないんですよ。残りいくらくらい。残り42,300円。おお。なんでいつも行ってるラフォーレに行こうかなと。トミージーンズがあるの。うん、トミー近くに行きましょう。行きましょう。行きましょう。それスタバとかあったら怒ってほしいけどな。あー、全然怒る怒る。表参道にある原宿かな、ここはもう。地下がジーンズになってて、はい、地下は安いんですよ、トミージーンズは。で、ヒルフィガーはちょっと値段が上がるんで。そうなんだ。買いづらいんですけど。というわけで、ここの店に行ってきます。行ってらっしゃい。またあれやんのかな。もちろん。バイバイ。シッシ。もうだいぶ周りも暗くなってきて、そろそろテオくんが来る頃なのではないでしょうか。山頂です。うわー、いいですね。もうあたりもすっかり真っ暗になっちゃって。真っ暗や。寒くなかった？大丈夫だよ。大丈夫。こっちを彼女目線として見るな。こっち俺に言え、俺に言え。あー、終わりましたよ。いくら使いました？もう10万使ったよ。あと残り3000円ぐらい。おー、3000円。3000円で、じゃあ。いやいや、マジか。もうよくない。なんかドリンク買ってください。じゃあ僕にしなこちゃんとかいるところね。あー。もうめっちゃ真ん中入んでね。ぶっちゃけもうタピオカなんて飲みたくないからさ。いやいや、俺もだよ。、まあ、とりあえず映えるからくらいの気持ちで買おうとしてるけど。たくさん人いるね。待って、知ってる、見たことある。左側。おい。右側も見ろ。見たことある左側。左側場所知ってんの？ああ、場所わかるよ。しなこちゃんのところの隣。しなこちゃんのとこ行け。いちご飴の専門店ということですね。え、これいい、これいい。これ食べます？いえ、そこ美味しいんすよ。俺こんなんめっちゃ好きだわ。はい、はい、すごい美味しそうですね。じゃあいただきますか。さっきあれ、ディズニーで会った人違う、誰。めっちゃうまい、これ飴。うん、うまっ。え、これめっちゃうまい。ぶどうもうまいし、このまま戦えるし。ということで、まあ10万円使ってみた企画でした。ありがとう、テオくん。切りました。
お前これで終わるわけないやろ。絶対何年いると思っとんねん。この後に何があると。その言い方ないん時なんだよな。ないマジないよ、ね、マジないやつ。シシということで、はい、ただいま帰りましたよ。帰りました。10万円で残ったお金はこちらですよ。800円。いや99,200円使ったの。うん、もうほぼほぼ全部で。じゃあ購入品を見ていきましょうか。こちらですね、はい、表参道の店で買ったのがピアス。おお、あーいいね、いいね。これがいくらくらいなんだっけ。これがもう5万ですよ。わあ、もうそれで半分。あーいいじゃないですか。あーいいじゃないですか。全然いいじゃん。重くないそれ。大丈夫、重くないこれは。おー重くない、よかった、ありがとうございます。はいはいはい。そしてそして、前灰色のパーカー買ったんですけど、それの青が売ってたんで。うわーすごい、青のパーカー持ってるんですけど、これね優しいのよ。で、中裏金も硬くないね。そう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 。で、柔らかいパーカーが好きだから。たくさんトミ買った。あとこれですね。あーかわいい。こちらはですね、あのチーニ。おお、チーニ。そう、10万円自由に使っていいと言われたんで、うん、ジンタンに、うん、まあ、ジンタンのお金っぽいんですけども、くれたのかよく分かんなくなってるんですけども、とりあえずこれはチーニ。俺の動画に出てくれたりとかしてるんで、情報、うん、本部の方もね。うん、それで言うとジンタハウスも出てます。あ、じゃあもう2人からってこと。あと手袋。あー、いい時期じゃない。俺チャリで移動するとかもたまにあるんですよね、うん、買い物行ったり整体行ったり。超寒いじゃん自転車。だから手袋、トミー・ジェーンズで買い、うん、自転車乗ってた。自転車って言ったよ今。自転車、自転車乗る。うん、あ、飲む。あれだよ、整体行く時とか。あー、そうなの。チャリで行ってんの。チャリで。あ、マジで。これと、うん、あとね、これかわいいね、それ。あの、帽子。俺帽子、帽子なんだ、それ、ちっちゃ。ちっちゃ。これ出かけようかなと。ちっちゃい。うん、帽子ちっちゃいよ、それ何。騙してきたな、あの店員さん。マジでぴったりだと思いますよ、お客さんに言ってくれた。なんでもいい人じゃん、もう。これですね、あのちっちゃい小物入れになってるんですよ。ちょっと出かけるときに、財布も持ちたくないなってときに。なら財布持ってくだろ。これ可愛いじゃん。なら財布、いや可愛い、めちゃめちゃ可愛いじゃんこれ。いじられるだろうな。これで大体10万で、あとあのさっき買ったアメンね。いやいいですね、よかったよかった。テオ君はもうドッキリを疑ってましたけど、マジでなんもないです。マジ。マジでないやつ。ただ単に動画。ただ単に俺に10万かわした。10万渡してどんな買い物するのか見せてもらったっていう。なんだよ、もう実験台だった俺。モルモットかな。いやいや、もう感謝です、感謝。やめてください、10万出してモルモットって俺。最後まで見てくれてありがとう。テオ君には日頃お世話になっているので、たまにはこういう企画もいいのではないでしょうか。相方のためなら俺はいくらでも使えますよ。明日のスカイプレスはティッシュで最高な新しいゲームを見つけた。それでは楽しみに。まあぜひぜひ使ってください。いや、もちろん使わせていただく、よろしくお願いします。ありがとう。